そっか、スゲバン張ってるもんね。学校にはほとんど来てないけど。貸し入れ主なのかな。おお、なんか後ろいる。ちょっと待って、じゃ、後ろなんかいるで。パラノマサイト、ファイル23、本所七不思議、続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、大きい絵、正午編が、一旦前回完了したようで、新しい、キャラクターで次はお話を進めていくようでございます。一応この3人から選べるみたいですが、こっくりさん、現場検証、夢じゃない。どうなんかな。やっこ、こいつ大きい絵正午編で普通に秒でやってもうたやつやけどさ、なんかまだお話変わっていくんかな。一応ストーリーラインとしては、この世界線やったら大きい絵正午はやっこをやってないってことにはなるから、そういうことでいいんでしょうか。気になるお話、じゃあまずはやっこさんから行ってみましょう。投身自殺をした友人をよみがえらせたいと願い、投身自殺、飛び降りか。よみがえりの秘術を探す坂崎やっこ、その情報を得るために同級生の黒鈴美代と共に深夜の教室でこっくりさんを試みるのだった。ミオごめんとか言ってなんか言っとったけど、そいつも出てくるってことだね。午前0時台、駒形高校。さあ、こいつでも普通に呪詛玉持っとったからな。お、こいつがミオかい。ミオや、できたよ準備。じゃあ始めるね。こっくりさんか、まあ時代的にそんな感じか。覚悟いい、やっこちゃん。待って、あ、ごめん、ちょっと待って。うん、初めてだと緊張するよね。そんなに怖いことはないから落ち着いていこう。ミオはもう結構やってるってことかい、こっくりさん。ありがとう、いいよ。高校生、坂崎やっこ。情報、駒形高校2年 C 組に通う女子高校生、幼馴染の同級生白石道代。道代は、あ、違うな、美代とは違うよな。白石道代が自殺したことにどうしても納得できず、独自に調査をしてみたが進展がなかったため、藁にもすがる気持ちで転校生の黒鈴美代をこっくりさんに誘う。なるほどね、こっちは美代は転校生なのね。生まれも育ちも墨田区本所というチャキチャキの江戸っ子、江戸娘で、昭和初期から親しまれてきた駄菓子店千の屋の三代目。しとやかそうな見た目に反し、竹を割ったように明朗快活な性格で、義理と人情に熱く涙もろい。高校生でも三代目やってんの、駄菓子店の。やや短気で喧嘩っ早いところもあり、特に身内や友達に危害が及んだ時はどうしても放っておけず、私の目の黒いうちは好きにさせないよとすぐ啖呵を切って割って入っていくが、実は単にお祭り騒ぎが好きで首を突っ込みたいだけの可能性もある。誰がそんなこと言ってんやろな。幼い頃から生意気な男子と喧嘩しては勝ち続けてきたという、そのたくましい腕っぷしに彼女の母親は今日も嘆きを隠せない。ヤンキータイプかな。では始めます。おー、こっくりさんや。これがこっくりさんの文字盤、これを使ってやり取りするよ。まずは上に置いてある10円玉に一緒に指を置いて、こうかい。はい、こう。うん、そうそう、力はできるだけ抜いてね。じゃあ栄翔行くよ、私に続いて同じように言ってね。こっくりさん、こっくりさんやね、どうぞ置いてください。はい、リピートアフターミー。コクリさん、コックリさん、コリックさん、コリックさんにしよう。コリックさん、コックリハン。あ、お越しください、おいでください、どうぞおいでください。コリックさん、コックリハン、どうぞおいでください。なんかちょっと軽蔑してる、その目。
ちょっと違う。あれ落ち着いて、もう一度行くね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい、ええか、これでええか。うん、いいよ。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。俺なんか動かすの？あ、勝手に動いた。わ、本当に動いた。無事に来たみたいだね。じゃあ質問しても大丈夫だよ。うん、質問。最初は答えを知ってる質問で、少し様子を見て、いけそうなら本当に知りたいことを聞くのがコツだよ。わかった。それじゃあ簡単な質問から。まあ、こっくりさん禁止になったりとかもあったわけでしょ。なんかいけるかな。ここはどこでしょう。今いるこの場所はどこですか。ああ、動いてる。俺のこれは勝手に動かせへん。あ、こうこうって答えるのね。こうこう、ここ合ってる。割と大雑把な回答するんだね。確かに。あなたは本物？まあ、はいって言わな、これはな。あなたは本物のこっくりさんですか？に、あれ？いいえ。ん？違うって言われたけど、詐欺？実は、こっくりさんっていうのは、この盤上だけでの仮の呼び方なの。実際はその時の土地とか人に結びつきの強い例。言ってしまえば、たまたま近くにいた例が気まぐれで答えてくれてるだけだから。自分がこっくりさんだというふうにはあまり思ってなかったりするの。でもさっきまでは答えたけどな。そういうものなの？なんかちょっとロマンが薄れちゃった気もするけど。でも今後もこっくりさんって呼んでいいのかな。ああ、すぐ即答。あ、はい、わかりました。なんかわざわざありがとうございます。うん、俺は大事。更新。こっくりさん、オカルトブームも乗って少年少女の間で流行している占い。若い人とかやっぱ知らんかったりするんやろな。机の上に文字列や数字を並べた紙を置き、効果の上に指を置いて占いたいことや質問すると、呼び出した霊が効果を動かして返答してくれるというもの。西洋の高齢術が日本に伝わり変形していったものと考えられる。占いとはいえ、その儀式めいた行為によって催眠状態に陥ったり、自己暗示にかかった結果幻覚を見たり、何かに憑依されたような状態に陥ったりしたという事例もある。実際に発作を起こして倒れる者が出たり、そうやねんな。深夜に行うために校舎に忍び込む者が現れたりしたため、学校によっては禁止令が出るなどの社会問題となっている。はあ、で、この子の名前、私の名前、こっちはだからミオって答えるってことかな。じゃあ私の向かいにいるこの子の名前は何でしょうか。ミオ、ちゃんとそっちのオを分かってんやね。ミオ、うん、分かってるね。しかもちゃんとくっつきのおだった。嬉しい。黒鈴美代、霊感少女なんや。そういうことね。転校生、たまたま仲良くなったとかじゃないのか。2ヶ月ほど前に都立駒形高校2年 C 組転校してきた少女。極めて温厚な性格だが、そこはかとなく漂う暗めな雰囲気が若干気味悪がられて、あまり友達はできていない。同じクラスの坂崎やっこだけは彼女にも気さくに接してくるので、少しだけ話をする間柄になっていた。実はとある巧妙な霊能力者の弟子。あれ、名前忘れたけど、なんか弓岡がなんかそんなん言ってなかったっけ。ええか。優れた霊感を持っているため、首都圏各地の学校内で巻き起こる様々な霊障を騒ぎになる前に秘密裏に解決するという面倒な役目を担っているため。何それ、いくつもの学校を転々としている。漫画でよくある設定やり。そんな一つの学校に馴染む前に転校してしまうことが多いため、人間の友達がなかなかできないのが悩み。人間以外はじゃ友達いっぱいいるのか。ここ駒形高校でもすでにある女子生徒に霊がついていてトラブルを解決している。霊感については隠しているはずなのに、どういうわけか第一印象でオカルトや心霊に詳しそうだと言われることが多く、その度に何かバレているのではないかと内心あたふたしている。可愛らしいやつ。よく言われる第1位はカラスや黒猫と仲良さそうですって。そうだよね、先生ですらよく間違えるもんね。やっぱりミオちゃんはこういう心霊的なものから好かれやすいんだね。うーん、それはなんか微妙。じゃあ私の名前、これは分かりきってると思うけど、こっくりさん、こっくりさん、私の名前は何でしょうか。ん、あれ、どうしたの、様子が変だね。いいえ。ん？え？いいえって言われちゃった。ああ、わからないってことかな。
ほっくりさん程度何でもかんでも答えられるわけじゃないから。みおちゃんの名前は分かってたのに。本当に大丈夫なのこのこっくりさん。はい、そこは答えのかい。大丈夫だって。なんか調子いいな。いやな。あれ、もう一回いける。もう一度聞いてみよう。私の名前は何でしょうか。いいえ、こいつ今度は迷いなく否定したね。一瞬さっきは迷ってたのか。チェ。じゃあそろそろ本気の質問言ってみようか。うん。ん？ミオの好きな人、こっくりさん、こっくりさん、ミオちゃんの好きな男子誰ですか。え、そういうやつ。いやほら、こっくりさんの定番だし、やっぱ気になるから。いやいやいや、やめようやめよう。いいえ、残念。あれ、家だった。いないってことかな。はあ、はあ、ん？うん、そうそう、いない、正解。次行こう次。あ、もしかして、こっくりさん、こっくりさん、その相手はうちの男子ではないってことですか。どうなのそれは。わお。え、ちょっとこっくりさん、払うよ。となるとまさか、こっくりさん、こっくりさん、その相手はうちの学校の先生とか。ちゃうんかい。うん、違ったか。はあはあ、はあはあ言うてるで。やっこちゃん、それもうやめよ。わざわざ夜中に忍び込んだのに、そんな質問で時間なくなっちゃうよ。そうやね。じゃあ、幼なじみの行きましょう。じゃあ行くよ、こっからが本ちゃんね。うん、お願い。こっくりさん、こっくりさん、みちおちゃん、同じクラスの白石みちおが1週間前に飛び降り自殺をしたのですが、本当に自殺だったのでしょうか。ああ、いいえ、来たよ。やっぱり違ったみたいだね。でもこれは当然だよ。私最初から信じてなかったし。肝心なのはこっから。うん。ああ、こんな顔なんや。白石みちお、2年生だった少女、1週間前、あら、路地裏にて全身挫滅の状態で死亡しているのが発見され騒ぎになった。警察により隣のマンションから飛び降り自殺だと判断。はあ、遺書はなかったが、同校生徒への聞き取り調査により得られた道夫の生活事情を勘案した結果、そのように処理された。どんな生活事情。しっかり者で成績も良く、先生から好かれる優等生。おとなしそうに見られるけど、根はとても前向きで気丈な性格。坂崎やっことは幼なじみで、昔からよく一緒に遊んだ中、自分は曲げない強気なところはやっこの影響も大きかったが、実はうちに溜め込んで無理しているだけの場合も多く、表面に出せないまま明かせないことが積み重なっていた。はあ、3年ほど前に父親が事故を起こして死亡。あら、引っ越しをして以来、どことなく道夫の方からやっこを避けるようになっていった。引っ越しといっても同じ区内で同じ高校に進学できたものの、だんだんと付き合いは減っており、やっこ自身がガサツ者の自分と合わなくなったのかと不安に思いながらも、道夫の家庭の複雑な事情については深く踏み込めず距離が空いていった。道夫もやっこにだけはいつか知ってほしいと思いつつも、全てを打ち明けることができないまま月日が過ぎていた。父親の形見である古いお守りを常に持ち歩いている。ってことは、お父さんが事故で亡くなったことも、それで元気がなくなってるだけだよっていうことを言ってなかったってだけ？聞けんのか、こっくりさん、こっくりさん。みちおちゃんが死んだ原因は事故死ですか？事故死。はい、だって。やっぱり自殺じゃなくて事故だったんだ。白石さん。じゃあ、あのマンションからうっかり転落したってこと？ではない。違うの？どういうこと？みちおちゃんはマンションからの転落死じゃない？ああ、そういうこと。そんな、それが本当ならどうしてマンション裏の路地にあんな状態で倒れていたの？転落じゃない、事故。こっくりさん、こっくりさん、あの日みちおちゃんに何があったの？ちょっと迷った。ん？そこまではわからないみたい。よみがえりの秘術の場所。それじゃあ、こっくりさん、こっくりさん、私たちは噂のよみがえりの秘術でみちおちゃんを生き返らせたいんです。よみがえりの秘術がどこにあるか知っていますか？どうだろう。お、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 なんだなんだ。え、わ、きゃ、あ、なにこれ。いやだ、ミオちゃん、怖い。落ち着いて、途中で話しちゃダメ。だね、わー、聞こえる。
ああ、もうやめて。深く悲しい恨みの記憶が頭に入り込んでくる。あら、バカ林を聞いた者を奈落の底に落とす。殺せ殺せ、この音を聞いたやつをみんな殺せ。呪詛玉バカ林の呪いの力で呪霊の発する音を30秒間聞かせた相手を呪い殺せるようになりました。時間かかるな。ただしその間に自身の姿を見られたら無効。なんやて。音を発したいタイミングで呪詛行使ボタンを動かしてください。ちょっと使うのむずそうなタイプ。バカ林がやっこなんや。神楽林の音がどこからともなく聞こえてくるかのやつね。タヌキの仕業であるという説。はあ、30秒聞き続けた相手を転落し、え？ってことは幼なじみはこれの力でってこと？高く組まれた祭り櫓、ようやく巡ってきた晴れの舞台にお美代の胸は高鳴った。踊り子に憧れて一座に入り、気づけば目も出ぬまま何年経ったか。器量は今ひよすで腕もお粗末、かしましい性格も災いしていらぬ噂を流しては恨みを買った。そんなお美代がなぜと人々は勘ぐった。どうやってお上に取り入ったとそしる者もいた。かまもんか、せっかくつかんだ機会、私はこれで顔を売るんだ。上等な着物に顔を隠すおかめの面、お膳立ては十分だ。お囃子が流れ始めた。ここをまず先まずと踊るお美代の前に喝采が湧き起こる。興奮と熱気で息が上がってきた。少し息を整えようか。おかしい、面が外れない。ツンと鼻をつく煮皮の匂い。そうか、そういうことか。話がうますぎると思ったんだ。悲鳴も囃子にかき消されもがき苦しむのが関の山。今日のお美代は気合入ってるね。こっちも負けてられないよ。祭りはますます活気づく。違うんだよ、どうか助けておくれ。野田内回り、ついには櫓から転げ落ちた。ようやくお囃子が止んだ時、すでにお美代の心の像も止まっていた。真の像止まった。煮皮塗り込まれてたみたいな、そういうことかい。周りからの嫉妬でやられたみたいな感じ。うう、どす黒い粘液のような重苦しい殺意が私の魂に侵食してくる。はあ、さあ殺せ。聞こえるか、かしり主よ。よみがえりの秘術を求めしかしり主よ、呪い殺せ。能力を得るときはみんなこんな感じにはなってるってことかい。あれ、あー、もう一回戻ってきただけか。他のもこう並行してやっていくべきなんかな。大きい絵もまたこれの先が出てきたりとか、なんかちょっとしそうな気がせんでもないけど、ちょっとこのままやっこさん行ってみましょう。まずはおっくりさんで得た情報によると、友人白石道夫は自殺ではないらしい。さらに、よみがえりの秘術の場所を訪ねると、突然呪霊が現れていきます。ん？一週間前。お。カンコーン。お。誰目線？あ、動かせる。ん？ねえ、聞いた？うちの生徒が自殺だって。あら、その事件の時の思い出し。聞いた聞いた、 C 組の白石さんだっけ。嘘、道夫。ちょっと BGM と合ってない気がするんですけど。でも最近なんか様子がおかしかったもんね。ショック。はあ、他の人のお話知ってる？白石さんって去年お母さんが再婚したらしいけど、その新しいお父さんがもうひどいんだって。え、そうなの？どんなどんな？引っ越したのは再婚からかい？なんか着替えを覗かれるとか、すぐ体を触ってくるとか。あー、よくないね。やべえやつだね。しかも前科があるらしくて、拒否するとすぐ暴力。
やだ怖、無理無理、ありえない。ほんまやったとしたらもうおかんが見る目ないわな。家にそんな奴がいたらそれは自殺とか考えちゃうかも。自殺ってニュースでは聞くけど本当にあるんだね。なんか怖いな。それだけどさ、 C 組って最近転校してきた子いるじゃん。ミオか。ああ、いるいる。なんか目立たない暗い感じの子。そいつが前にいた学校でも生徒の自殺があったんだって。ええ。嘘。それってなんか怪しくない？あら。あの奥は無理か。まだいる。C 組の白石ってさ、お前知ってる？ああ、1年の最初はすげえ優等生って印象だったけど。3学期頃から無断欠席が増えて成績も下がったって感じ。じゃあ成績が下がったから自殺したのか？ずりーな。やんなわけないやろ。受験戦争とか学歴社会とか嫌な時代だよな。もしのこと考えると俺も死にてえわ。とか言うてるやつは大丈夫や。先生ですか？担任。もう知ってる者もいるかもしれないが、うちのクラスの白石道夫が昨晩急死したとのことだ。はいはい、落ち着け、お前ら。驚くのはわかるが静かに。髪型がなんかもう時代やね。原因について詮索している者もいるようだが、正確なところはまだ何も分かってない。詳しい調査結果は警察から報告がある。憶測を広めることなどないように。いいな。今日は速やかに下校すること。それから明日は臨時休校になる。おいそこ。イエーイじゃない、不謹慎だぞ。めちゃめちゃ猫背というかね、顔前に出てます。来週学校全校集会でお別れ会を行う予定だが、もし個人で弔問したいってものは。それから数日後。あのやっこちゃん。お、向こうから。あ、ごめんね。なんだかやっこちゃん様子がいつもと違うようだったから、思い詰めていないといいなって思って。ああ、さん付けで呼んだろう。あ、うん、ありがとう。クロスズさんだったよね、転校生の。あ、うん、でも普段はミオちゃんって呼んでくれたよね。急にかしこまるやつ。あれ、そうだったっけ、ごめん、ちょっといろいろあったから混乱してるのかも。そうだ、ちょうどよかったね。ミオちゃん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。うん、なに。おお、みちお、みちおちゃんさ、なんで死んじゃったんだろうね。なんか知ってんの？遺書はなかったらしいけど、自殺だって公表されてたよね。あの子は絶対にそんなことしないの。みちおちゃんは明るくて前向きで、学校もすごく楽しんでたし、辛いこともあったみたいだけど、でもだからって自殺なんて。私は直接話したことはなかったけど、学校休むことが多かったし、来ても明らかに元気がなかったよね。そうなの。だからみんなすんなり自殺に納得してたし、同情するような態度しながら、ただ好奇の的にして騒ぎたいだけ。死んでから好き勝手事情を詮索されて、根も葉もない噂を流されてる。ひどくない？うん、そうだね。中にはここでは言いにくいようなひどい内容の噂も聞こえてくるし。何？みんな結局人事だから好き勝手言えるんだ。新しいお父さんとうまくいってないのも、成績落ちたのも確かに本当みたいだけど、だから自殺しても仕方ないよね、かわいそうだね、なんて扱いされるのはあんまりだよ。私が心配して話しかけた時は大丈夫だって笑ってたんだから。あの子が自殺するほど悩んでるならちゃんと相談してくれるはずだよ。もう一回聞ける？みちおちゃんのことこのまま終わりにしちゃダメなの？なんか良くないことに巻き込まれたのかもしれないし、良くないこと。ほら、昨日も旧安田庭園で死んでる人が見つかったって騒ぎになってたし。旧安田庭園で死んでる。あの女の人じゃないよな。なんかこの町で不吉な感じのことが起こったりするんじゃないかなって。確かになんか嫌な感じはするけど、これはやっぱあれかな、ストーリーラインを並行してやっていくことでなんかもっと詳しくわかる感じなんかな。あのさ、こっくりさんって流行ってるよね。霊を呼び出して好きな質問に答えてもらえるっていうやつ。あるね。それやってみたいんだけど、知りたいことがあるから。なんで私に？ほら、みおちゃんってなんかそういうの詳しそうだから。そう見える？オカルト系とかすごく好きそう。雰囲気とかなんか暗いし。暗いっていう言い方やめてあげて。それはちょっとなんか微妙。お前で軽く傷つけてんぞお前。でもこっくりさんの詳しいやり方知ってるよね。
あ、うん、そこそこ詳しい方だとは思う。ね、お願い、もうそれしか方法なくて。ね、お願い、もうそれしか方法なくて。さっきこっちか。ミオちゃんさ、よみがえりの秘術って知ってるよね。あ、うん、非常勤の新石先生、荒石先生が独自に発見して発表したっていう。あの先生、授業のたびに自慢するからみんな知ってると思う。みゆちゃんを信じる？え？いや、ちょっと。さすがに突拍子もないというか、そんな都合のいい術は難しいと思う。でもさ、万が一本当だったら、その術でみちおちゃんだって蘇らせられるかもしれないじゃん。可能性がゼロじゃないなら、探してみたい。でも、蘇りの秘術をどうやって、探すってもうどうやって？そう、そこなんだよね。それをコックリさんで聞くってか？あ、コックリさんに聞きたいことってまさか？うん、そう。みちおちゃんの死の真相と、あと、蘇りの秘術のありかを聞きたいの。なるほど。そんなに都合よく教えてもらえるとは限らないと思うけど。ねえ、お願い。先生も警察も当てにならないし、一人で調べるのも限界があって。少しでも可能性があるなら。そっか。うん、それでやっこちゃんの気が済むならやってみよっか。やったー、ありがとう、みよちゃん。じゃあ明日の深夜に。早っ誘ったのこっちやのに意外と向こう乗り気やな。早っ。で、白石道夫関連のメモ。1週間前に路地裏にて全身挫滅の状態で発見。マンションからの転落死と判断。白石道夫の両親は最近再婚しているが、生徒の間では新しい父親から暴力を振るわれていたといった噂もあり、それを苦にしての投身自殺と見られている。うん、ほんまかな。そして午前0時台、駒形高校2年 C 組。これまた戻ってきたってことやんな。こっくりさん始める前やな。あれ、あ、やこちゃん気がついた。うん、これはあれかい、呪詛玉を手に入れた後の話かい。うん、私どうしちゃってた、思い出せる。こっくりさんをやってたら急に何か変な声が聞こえてきて、それで私気を失った。うん、私が見たところ悪い霊障は出てなさそうだから、突然の出来事に軽いショックを起こしただけだと思う。どんぐらい寝てた、まだ0時台って言ってるからそんな時間は経ってへんのか。そっか。あ、こっくりさんは大丈夫？うん、非常事態だったけどちゃんと帰ってもらえたよ。大丈夫かな。それよりやっこちゃん、手に持ってるそれって、え、手？うわあ、ほんまにじゃ手に入ってんやね。うわ、何これ、気持ち悪い。いつの間に生きてた。呪詛玉、バカ林、入手いたしました。ああ、うわ、その像ものすごく強い怨念が渦巻いてる。わかるんやね。古い呪いの道具か、なんかっぽいけど。やだ怖い。やっこちゃん、今変な声が聞こえたって言ってたよね。覚えてるところだけでもいいから、何を聞いたか教えてもらってもいい？多分それと関係してるから。うん、なんか暗い地の底から心に直接響くような気味の悪い声がして、カクカクしかじかで、あとはひたすら呪い殺せって。なるほど、ありがとう。多分やっこちゃんはよみがえりの秘術を得る方法とそのための呪いの力を得てしまったってことかな。わかるの？人の命を奪って再婚とやらにするための呪いの力を。めっちゃ知ってるよお前。これって本物の呪い？そりゃみちおちゃんのためによみがえりの秘術が欲しいとは言ったけど、なんで私がそんな。はあ、やっこちゃん、ちょっと落ち着いて聞いて。はい、ごめん、取り乱してた。うん、いいの。怖いって感じるのはそれのことをよく知らないせいだから。大昔から人は理解の及ばない現象に対して名前をつけて受け入れることで共存してきたの。ほう、例えば。ところが現代では科学や文化が発展してきたせいで解析できない得体の知れないものを否定できるようになった。ああ、そして心霊はいないことにされた。でも彼らは昔も今もずっとそこにいるんだよ。ちゃんと知れば必ずしも怖いものではないってことがわかるから。まずは落ち着いて事実を受け入れて。そうなんだ。
私オカルトが流行ってるからって面白半分で手を出しちゃってたけど、ミオちゃん本当に霊感持ってる人だったんだ。あ、まあ一応たしなむ程度だけど。霊感をたしなむとか言うのかい。ねえミオちゃん、どうしよう、私どうすればいいの。呪われちゃったの、死んじゃうの。大丈夫、急に片言、その呪いは私が何とかする。私そのために来たから。へえ、信じて。え、私に任せて、安心して。ありがとう。ミオちゃんをコックリさんに強引に付き合わせちゃったのに。うん、友達が心配でオラにもすがる気持ちになるのはしょうがないもん。本当なら遊び半分でコックリさんに手を出すのは危険だからやめた方がいいんだけど、私に声かけてくれてよかった。じゃあ今までの話を整理してからこれからどうするか考えよう。ほう。おお。七不思議。謎の声はその呪詛玉のことバカ林って呼んでたんだよね。うん、それって本所七不思議のだよね。うちの学校って本所七不思議のバカ林のゆかりの地だって言われてるし、うん、無関係じゃないと思う。これは多分だけど、よみがえりの秘術を求める気持ちを察知して取り付いてきたのかもしれない。これが本所七不思議の呪いってことは、他の不思議の呪いを受けた人もいるってことだと思う。うん、謎の声も他のかしり主っていう言い方してたし、しかもよく覚えてるな、あの短時間で言われたこと。かしり主を呪い殺せば多くの再婚が手に入る仕組みだとかなんとか。うん、ちょっとまずいね。こっちから呪い殺すつもりがなくても、他のかしり主に見つかったら狙われる可能性があるってことだから。そうやんな。ひ、他の七不思議の呪いを持ってる人と遭遇しないよう、夜のうちはなるべく人に関わらないよう注意していこう。ああ、まあでも大きい家にやられんやけどな。この呪いって何なの。私呪われたの。さっき少し探ってみただけだけど。何を探った。呪われたっていうのとはちょっと違う感じかな。厳密に言えば呪いの力を行使するための力を得たっていう感じだから、やっこちゃん自身に直接霊障が現れるようなことは多分ないと思う。呪いの力を行使する力、それってこの呪詛玉のこと。うん、条件下でその呪詛玉を使うと、相手に呪いをかけて命を再婚にして奪うという力。ほんま詳しいなこの子。そもそも蘇りの秘術を使うにはこの再婚が必要らしいから、本来なら呪いを習得したそれなりの術師でなければ使うことができない術だったんだろうけど、一般の人でも呪いの力を使えるようにしたのがその呪詛玉なんだと思う。詳しい。私みたいに何の心得もない人が呪いなんて使えるものなの。うん、呪術はもちろん簡単に扱えるものじゃないし、下手すると自身に跳ね返る危険が高いんだけど、実はさっきコックリさんで異常が発生したその時に、ちょうど0時くらいかな、なんや、この辺り一帯に霊野祭の場が形成されたっぽくてね。霊野祭なんすか。うん、霊的な効力を一時的に強めるおまじないの一種なんだけど、それには特定の呪詛の力を発現しやすくする効果もあるの。影響範囲はこの強さだと半径3-4キロ、そこそこあるね。半径3、4キロだと墨田区なんてすっぽり入りそうだね。うん、もともとこの土地に残されていた恨みの元を霊野祭で呪詛玉にして権限させたんだと思う。誰かが、誰かが、そこまではわからない。でも誰かが蘇りの秘術を復活させるために仕組んだことなんだと思う。そもそもなんかだからおんのか、沖家とか陽子とか以外にも元のなんか権限させてるやつが。これが自然現象のはずないから。そうなんだ。霊野祭、霊的効力を一時的に高める場を形成するための術式。場にある特定の霊力を高める他にも、その地に存在していた恨みや思念を増幅させるといった使い方もされる。霊野祭の効力は術者の霊力に左右されるが、時間や範囲を限定することで本来霊感を持たない者にも呪詛の行使が可能になるほどに霊力を高めさせることも可能となる。まだ聞ける。呪詛玉の力はこの霊野祭の場の影響下にある範囲内でしか使えない。効果が出るのも基本的に日が暮れている間だけ。お昼は大丈夫なのか。制限をかけて呪いの力を強めている。まあハンターハンター的な制約と制約みたいなやつやね。でも逆に言えば呪いの力を使えるのは夜にこの付近でだけってこと。うん、制限で言えば
その上、さらに。実際に呪い殺すには個別の発動条件を満たす必要があるみたいだけど、よう分かんなぁ。発動条件。私の場合は呪霊の発する音を30秒聞かせるっていうことだっけ。正直どういうことかよく分からないけど、それは分かるやろ。その呪霊とやらも、音もどうやったら出せるのか。ああ。スタンドの出し方、念じれば出るのかな。ちょっと試してみていい？危ないことするな。いやいやいや、やめてやめて。そんなガラスミに呪い出さないの。ほんまやん。ミオが死ぬ可能性あるやん。条件があるといえ、呪いの力で証拠を残さず人を殺せる力なんて十分やばいから。そういう意味では、ヤッコちゃんは呪いを受けたと言えるのかもしれない。そういう意味ではね。私がついてながらこんな事態に巻き込まれたのは申し訳ないけど。まだいけるね。その呪詛玉、多分それを持ってる人が、かしり主になるんだと思うから。私が預かってた方がいいと思うんだけど。え？それもなんか押し付けるみたいで悪い気がするけど。いやでもごめん、その呪詛玉からすごい拒否反応が出てて手放すの難しそう。そうなの？簡単には渡せへんの？なんで？下手に引き剥がすと呪いが暴発するかもしれない。そのくらい、なんかやっこちゃんから離れたくないような意志を感じる。その呪詛玉、やっこちゃんからはただの古い根付けに見えてるかもしれないけど、実は私から見るとすごい恨みの霊気で、下手に触れたらどうなるかわからないことで。偉そうに言ってたけど、ここまで強い呪いの道具は扱いが難しくて。あら、そうなの？これが。その辺に捨てて誰かよからぬ考えの人に渡っても大変なことになるし、変に外から干渉するよりやっこちゃんが持ってた方が今安定するとは思う。お前が犯人ちゃうやろな、全ての元凶の。なんか怖いな。とりあえず夜明けまでの時間をどうにかしのいで。朝になれば呪いは弱まると思うから、処理できる方法を探そう。手伝うから。だから大事なことは2つ。1つ目、夜の間は条件を満たさないようにする。そして2つ目、もし満たしていても使わない。でもそうなるとみちおちゃん復活の道が、蘇りができないんじゃないの。でもさ、みおちゃん、この呪いが本物なら、これを使えばみちおちゃんを生き返らせるってことだよね。蘇りの秘術も本物ってことだよね。そうだと思うけど。それはダメだよやっこちゃん。まあ人殺しをすることになるからな。でもだけど、今はなりふり構ってる場合じゃないような気もしてきて。みちおちゃんが事故だったならさ、さぞかし未練もあっただろうし、見ず知らずの人をちょっと呪って再婚を奪うくらいなら、ああ簡単に言うね。別にさ、いいんじゃないかなみたいな気がするっていうか、デスノート的な感じで、さすがになんか犯罪者とかに限定するみたいな、そういう考えならまだしもやけど、見ず知らずの人をちゃちゃっとはちょっとやばいんちゃうかな。どうしたの？やっこちゃんらしくないよ。誰かの命を奪うなんてこと、普段なら絶対許さないはずだよ。呪いの影響、呪霊の持つ怨念に染まったのかも。お、ちょっとごめん、見させて。ほんまに能力持ってる。何か入ってる。ああ、何？やだ、やめて。裸見ないで。やっこちゃん、あ、ごめん。でもなんか、それ、すごく嫌な感じだったから。そうなの？わかった、ごめんね。じゃあほんまに見れんのか？でも、蘇りの秘術はもう諦めて。え？それこそが呪いだから。蘇りを餌に呪いを使わせるっていう。ダメだよ、絶対。呪いなんかに負けないで。まあ、実際沖家翔吾の方は 100% 溜まって死んだのよな、あれな。でも道代ちゃんを、今日はもう帰って休もう。家まで送ってくよ。朝になれば呪いの影響も静まるはずだから。まだ聞ける。ごめん、蘇りの秘術はもう諦めて。私たちには過ぎたものだった。呪詛玉一つでも手に負えないくらいだから。死者を蘇らせるなんて、そんな生易しい話じゃなかった。惜しむ気持ちもわかるけど、今はこの夜を無事に生き残ることだけ考えて。そのくらい危険なところに足を踏み入れちゃったの。まあな、実際蘇ったら蘇ったでとんでもねえ世界になると思うけどな。じゃあ理解できたならそろそろ行こうか。まずは北野と同じルートでこの学校を出るよ。大丈夫だよね。
学校誰もいないよね。だと思うけど。夜勤の公務員さんもこの時間までは見回りしてないはず。だあ、なんだ。あ、きゃ。どうした。何、急に真っ暗。みおちゃん、大丈夫。あ、またあの暗闇のやつかい。あ、動かせる。あれ、みおちゃんいない。なんで。あ、どこ。なんかうっすら。お、声した。あ、学校、教室、夜0時、怖、暗、なんだ、なんか見えてる。手、着物、あ、はあ、ああ、なに、なに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 、なに今の。もうやだ、助けて、みおちゃん、みおちゃんどこ。やっこちゃん、こっち、こっちにいるよ、見える。どこ、どこ、何も見えない。動かせる。あー、ちょっとなんか動かせそう。どこ。あ、いる、いた、みおちゃん。もう落ち着いてるな、みおちゃん。こっちこっち、視界が遮られてるから注意して。うん、たたた。あれは、おー、あれはまたあれかな、最初の大きい絵正午の時に出てきたあの着物の女の子。あの女の子が何か、じゃあ全ての元凶みたいな感じか。引き続きやっこ編いきましょう。よみがえりの秘術を諦めようと説得するミオ。すでに学校に他の呪霊の影響も出ていたため、二人は急いで教室を抜け出した。はあ、午前1時台、駒形高校校舎内。こっから抜け出していって大きい絵正午と会ったってことか。じゃあまだ1時やんな、午前。ねえみおちゃん、今の何、もしかして私のとは違う呪霊。そうだと思う。他の貸し主に見つかっちゃったのかも。そういうことかい。あれ、どうしたの。し、ん、そこの教室誰かいる。え、午前1時やで、中で何か動いた。それなら、見る。さっきの呪霊の貸し主かもしれない。こっそり姿だけでも確認できれば後で対策しやすくなるかもよ。確かにそうだね。なら慎重に行く。見る。どうも。どう、何か見える。ちょっと見回してみて。その見回すのめっちゃ怖いよな。あ、お、あら、こいつら、あれ、先生と、あいつは初めてよな、学生は。え、担任の城之内と一緒にいるのは A 組の奥田さん。あら、あわわ、これってどういう状況。ああ、何も学校で会わなくても、あいつ、あいつはまた、あれ、ここで殺さないと。いや、いいんじゃない、別に。許せない。なんで。え、いや別に、今呪えば殺せる。ダメ、やっこちゃん、術弾も使ったらダメ。どうしたの、耐えて。あ、誰だ、そこに誰かいるのか。まずい、見られないうちに早く行こう。一応殺さずで行ってみたけど。城之内公平。深夜の教室で奥田ひとみているところをやっこたちが目撃。子供の頃は成績優秀な優等生で両親からも可愛がられており、その後も期待をかけられ続け、自然と一流大学進学を目指した。しかし受験先生の重圧で徐々に鬱屈するようになり受験に失敗。ようやく入った大学での授業にもついていけなかったことで自身を喪失してしまい、やたら高い自尊心だけが残った。教師という職業を目指していたものではなく、唯一の取り柄を生かせるというだけで生徒たちのことは完全に見下している。前にもなんか生徒に手出してたんか、こいつは。あいつっつってやっこなんか怒ってたけどさ。で、奥田ひとみ、2年 A 組在籍しているが、登校は稀な不良生
ット。たまに来ても授業をサボって取り巻きの不良仲間たちと屋上でだべって過ごすだけ。駒形高校にいる不良グループの中でも特に立ちの悪い存在として教師から目をつけられている。そうなんか。入学時はそこまで素行不良ではなかったが、1年生の時に家庭の問題から荒れ始め、家に帰ることを避けるようになり、夜の街を徘徊するうち他校の不良グループとつるむようになった。生活指導の教師から服装や生活態度について注意されると、その度に取り巻きの子ら数人と一緒に校内で暴れ回ってガラスを割ったり授業の妨害をしたりするため、最近では教師から強い言葉で非難され、体罰で強引に強制しようとする動きも多くなり、学校側との溝は深まっていく一方だった。取り巻きたちの中心にいるので駒形高校のスケバンなどと言われているが、本人に自覚はなくどうでもいいと思っている。こんな時間に会っとったけど、一応でも力は使わずに今回はいてみたぞ。はあ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 、追っては来ないみたいだね。顔を見られずに済んでればいいけど。でもやっこちゃんどうしたの、急にやんな。そうね、イラッとしてたよね。はあはあ、ごめん、止めてくれてありがとう。なんか突然抑えきれない怒りがこみ上げてきて、それが呪詛玉の影響かい。私どうしたんだろう、なんかよく覚えてなくて、ほんとごめん。呪いの影響もあると思うけど、すごい場面見ちゃったもんね。私もまだドキドキしてる。そういえばみおちゃん、 A 組の奥田さん知ってるんだ。あ、うん、ちょっと目立ってたから。そっか、スケバン張ってるもんね。学校にはほとんど来てないけど、貸し主なのかな。あー、なんか後ろいる。ちょっと待って、後ろなんかいるで。え、先生か奥田さんが。え、後ろ大丈夫それ。わからないけど一応警戒しておこうか。おーい、お前ら、やっこちゃん、うん、私が合図したら走って逃げてですね。昇降口までまっすぐ、絶対に振り返らないで。え、なんで、何かあったの。聞こえてねえか。あったんだね。でもみおちゃんは。私は大丈夫、正門の外で合流しよう。でも10分待っても戻らなかったらすぐ帰って。はあ、かっこいい。はい、行って。うん、さささささ、振り返らない、振り返らない。はあ、キャーってなんか一瞬聞こえたけど、ここはあれ、運動場。はあはあ、とにかく外まで行かないと。正門は体育館の脇から。あ、あ、振り返る。お、何してんだおめえさん。誰、ひ、あら、公務員かい、用務員のおじさん。ダメだぞおめえ、こんな時間に学校来てちゃうよ。あ、足宮のおっちゃん。あ、なんだ、2年の坂崎か。つうが学生が夜遊びってのがまずいかんな。公務員足宮誠、重要人物かい。公務員として勤めてる男性、前任者がもうすぐ定年なので交代要員として半年前から勤務。気さくで面倒見がいいことや、全校生徒の顔と名前をしっかりと覚えてくれていることから生徒たちからも人気で、すごいね、足宮のおっちゃんと呼ばれ慕われている。普段はヘラヘラとした態度なのに時折鋭い指摘をしてくるので、実はただならぬ経歴を持っている人物なのではないかと、さまざまな噂や憶測が生徒たちの中でささやかれるようになった。いるよね、たまにね、そういう先生ね。いずれ駒形高校の七不思議として語り継がれるようになろう。めちゃめちゃ優しくて腰低い先生やけど、昔めっちゃいかつかったみたいなそんな噂立ってる先生とかいるよね。おめえさんがガサツもんだが、グレたりはしねえと思っとったんだがな。誰がガサツや。グレてないです。いや、グレてないですし、おっちゃんこそ学校でタバコなんていいんですか。ああ、これは火ついてねえからよ。まあ大丈夫だろ。飾り飾り。飾りで加えタバコしてんの。つうか話をそらすもんじゃねえよ。相変わらず油断も隙もねえな。で、何しに来てたんだ。いや、実は教室に忘れ物しちゃって。嘘ですけど。なんだ、またかしょうがねえやつだな。あれ、でもよ、おめえさん何も持ってねえじゃねえか。あ、うん、あるな、その手何持ってんだ。あ、それはそれで呪詛玉です。いや、あの、これが忘れ物で、祖父にもらった大切なものなのにうっかり教室に忘れてきちゃって。うん、最近の娘っ子は不気味なもん持ってんだな。不気味なのはわかんにゃね。まあいいや、用が済んだなら学校には黙っとくからすぐ帰れ。てか、さすがにこんな時間に一人で返すわけにもいかねえか。しゃあねえな、さっさと戸締まりしてくるからちょっと待ってろ。あら、あ、でも何これ。
なんかメニュー画面で出てきてたやつちゃうのあれ。何これ、いける？あ、いや答えられない。何これ、じゃこっちか。実は中にまだ一人友達が残ってて、すぐ来ると思うんですけど。あんだって誰だ？同じクラスの黒鈴美桜ちゃんが。ああ、あの転校生か。転校早々高速違反とはそんな不良には見えなかったかな。いや、私が強引に付き合わせちゃって。まあいい、ちょっと様子見てくるら、せめて二人で一緒に帰れ。はい。美桜ちゃんは一階の廊下に何かあるかもしれないので気をつけて。そう、変なの見たよ。なんだそりゃ、一階だな、ちょっと待ってろ。おー、やっこ、午前2時だ。駒形高校昇降口。結構時間経ってる？遅いな。数十分ほど待っているが、あれから誰も出てくる様子がない。怖。さすがに心配になってくる。っていうか怖。心配とかじゃなくて怖。行ってみるか。マジ？すごいね。俺無理やわ。夜の学校に侵入一人でとか。みおちゃんいる？明かりとかあんの？見えんの？なんか血だまりのような。あれ片足、あら、うわ、何が、みおちゃんどうして、やば、今度はどこで間違えたの。ああ、私だ。私のせいだ。かしり主がいたというのに。ってことは、あの先生とかをやらなきゃいけなかったってことかい。ごめん。私、実は、あら。これは、ああ、やっこ、死亡。俺はガンガン死亡させまくっている気がする。なんとどうやらマイクロペーサー様の望まない結果に進んでしまったようですね。ただこれは仕方のないことでしょう。この状態で信用するのは危険な人物が一人いたわけですが、その見当がついてからまたここをやり直していただければ。おっちゃんの可能性も、でもそれあるよな。きっと異なる行動が見えてくるでしょう。やっこにその判断は難しいしでしょうからね。一個選択できへんかった、なんか謎のねやつもあったけど、こちらの書はひとまず未完の状態としておきます。一旦別のルートを進めるのがいいでしょう。ではごきげんよう。何それ。はあ、ここでどうなんかな。あの先生をやるべきなのか、別のルートってこっちのお話行ってこいとかそういうわけじゃないよね。おい、なかなか気になる展開がずっと続いておりますが、じゃあこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。ねえ、おもろいね。それではまた、よろしくどうぞ。